あ、吉川。あ？なんか今年のハロウィンさ、お前ん家でやろうって話出てんだけど、どう？俺ん家？俺ん家？いや、嫌だったら全然いいんだけど。いや、別に全然いいよ。それはちなみになんで？いや、お前の家がさ、ちょうどみんなの家の中間っていうかさ、行きやすい場所にあってさ、でしかもなんか家の近くにスーパーあるとか言ってたじゃん。なんかそれもいいなとか話になって。ああ。なるほどね。え、やだ。いや、全然いい。それでもさ、別にお前んちでもいいんじゃないの？いや、うち実家だもん。いいじゃん、実家。楽しいじゃん。いや、実家でそんな騒げねえだろ。いや、うちだって騒げねえわ。いや、冷静に考えたらさ、みんな実家の人多くてさ、お前かミカぐらいしか一人暮らしの人いないんだよね。え、待って、みんなって誰？え、何人？いや、だからいつものメンバーだよ。6、だ、お前入れて7じゃない？いや、待って、シンプルに7は入らん。うちワンルームだよ。いやいや、大丈夫でしょ。ロフトあるとか言ってたじゃん。ロフト何人か上がってさ。いや、今ね、ロフトの階段壊れてんだよ。木のやつだからさ。いや、めっちゃ危ないよ、だから。この間大怪我しそうになったもん。危な。で、それさ、大家さんに言って直してもらった方がいいよ。ハロウィンやるとしたら、次の土日とかだから、それまでに行けるっしょ。行けんのかな、ああいうの。いや、行けるよ。だってそういうの経年劣化？なんかその、住んでて、その、しょうがない痛みとかだから、それは絶対タダで直してくれる。なるほどね。つーか、もう引っ越そうかな、今のところ。なんかボロいしさ。なんか隣の部屋の音とかもめっちゃ聞こえるからさ。それやだね、普通に。いや、つーか、そんなんどうでもいいからさ。え、お前んちいいの？オッケーなの？え、つーかさ、そもそも店でよくない？なんで家なの？いや、今みんなちょうどさ、金ないんだよ。いろいろ重なってて。結婚式とか。で、俺もないってなって、だったら誰かんちでよくないってなって、まあ、ミカ女の子だし、じゃあ、ヨシカんちはどうってなったって感じ。やだ。あ、レンタルルームは？え、みんなで借りたらめっちゃ安いよ、ああいうとこ。まあ、別にそういうとこでもいいんだけどさ。え、ぶっちゃけさ、嫌でしょ？いや、別に。いや別に俺らも嫌がってる人んちでやりたくねえからさ。まあだからそこは、まあマジで言ってほしいけどね。いや嫌じゃないけど、マジで全然俺んちでもいいんだけど、ただ、なんで俺がいないところで勝手に俺んちになってたのかなっていうのは一個あったけどね。いや、なってないじゃん別に。だからどうって聞いたじゃん。お前たまにそういうとこあるよな。別に嫌だったら嫌って普通に言えばよくない？で、俺もそれ聞いて、あ、じゃあ違う人んちにしようかとかさ、まあ別の場所にしようかとかさ。別にそれだけだよ、俺らも。いや別に俺らも大人だしさ。お前んち無理やり押しかけて騒いでやろうとかさ、うるさくしようとか、そんな全然ないし、普通にゴミとかも持ち帰るし、別にいじめてるわけでもないし、いじってるわけでもないし、普通にお前んちどうって聞いただけじゃん。じゃない？まあとりあえず分かったわ。じゃあお前んち以外で探すわ。まあ探そうよ。いや、俺んちでやろう。いや、いいよ別に無理しなくて。いや、むしろ俺んちでやりたい。俺そういうの大好きだし。いつものお前戻ってきたか。今年はやっぱりスギちゃんかな。古いだいぶ古いよ。え、そうなの？え、あいつ全然電話出ねえじゃん。家どこだよ。みんな繋がった？繋がんないよね。
寝てんのかな。